今回はプルサミニに3つのパーツをつけて気になっていた部分を改善できたので紹介したいと思います。1つ目は液晶ディスプレイの裏にカバーがないことです。基板がむき出しなので何かの拍子にショートさせたりしたら大変なのでカバーをつけました。若干この窓の上がきつかったのでカッターで削りました。このコネクターの部分で固定させるので削りすぎないようにきつめくらいがちょうどいいと思います。縁には何も固定するような構造にはなっていませんが開くようなこともなく、いいですね。元々のネジで共締めしていきます。ここのネジはもう少し短くてもいいと思うんですけど、最初組み立てた時はなかなか締まりきらないし硬かったので合ってるのか不安になりました。2つ目は電源ケーブルのコネクターです。グラグラで結構負担がかかってるなと思っていたので補強パーツを取り付けました。特に私の設置場所だとケーブルが完全に浮いているのでケーブルの重さでコネクターにかなり負担がかかってそうなのと、印刷中に抜けたりしたら台無しなのでなんとかしたかった場所です。下に敷くだけでしっかり支えてくれています。3つ目は Z 軸の剛性不足です。 X 軸を1本の柱で支えているので左に傾かないか不安です。がっちり固定できそうな補強パーツをつけました。固定には M5 のボルトと T ナットが必要です。近くのホームセンターで M5 の六角穴付きボルトを買ってきて T ナットは印刷しました。
しっかりして垂直も出ていい感じになりました。今回紹介したパーツはすべてプルサのサイトからダウンロードしたものです。他にも便利なものが先人の方によってアップされているので、それらでアップグレードしていくものもいいと思います。最後におまけで AC アダプターホルダーも作りました。以前の動画で紹介したヘッドホンホルダーと同じ構造で作りました。ということで今回は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録やグッドボタンもお願いします。